こちら作っておきました。その次にチョコレートですね。あと私もうすぐレベルが上がります。次にバザーに出品なんですけど、2020年5月18日時点もう売れ行きが悪くなってきました。多分消費期限の問題でなんかもうバザーで買わないみたいな感じになってきたんでしょうかね。こちらバザーの仕様に関してなんですけど、例えばこれピンクシュが今10出しちゃったら29日後に期限切れの16の方からバザーに出すみたいな感じになるんですよ。だからやっぱ手持ちにちょっとだけ残したいじゃないですか。だからこういうのちょっとちょっと出してたら古いのだけ残って、あと全部在庫処分するときに出したときに全部消費期限のやつを出しちゃったりとかなんかするとかあるみたいですね。一応私こんな感じでまとめて一気にね出してるつもりなんですけどね、だんだん25日のやつとか溜まってきますよね。アンパンももう22日とか、アンパンも結構足してるんですけど、古い22日後に期限切れっていうのが結構残ってるんですよね。だからこのあたりも古いものからはなんかバザーに出せるようにしてほしいなっていうのもありますけどね。27日後とか、まあ比較的新鮮なんですけど、まあ10日以内に期限切れとか、まあ、出てたらね本当に申し訳ございません。これも19日か、そろそろ出さないといけないな。本当私まあ常に出してるからね、一応ね。この辺とかちょっとやばくなってきた、14日後とかのやつとかです。ちょっとそれを考えてちょっと出してみようか。まあ対処法といえば、すべてこれ商品を出すか、一回この同盟倉庫に預けて再度取り出すか。同盟倉庫から取り出すに関しては古い方から取り出すんですよね。それかこんな感じに手持ちを一回全て整理するとかですね。で新しい、今ポークピザ出しましたけど、ポークピザを作るとかです。もう必要な分しか作れなくなっちゃうかもしれませんね、今後は。あとちょっとでレベルアップするな。漁師さん、お散歩中のおやつとしてパンはどうかした？抹茶ジャムなんてどうだろう。これは収穫か。一番左のホット配達しますか。ちょっと経験値でレベルも上げたいので。レベル55になりました。ケーキ屋が建てれるようになりました。畑も1プラスで、ピンクアイス作れるようになりましたね。あと人参サラダといちごケーキです。茶葉の収穫をします。そして報告、こちらジャムについてはもう事前に作ってあるやつを渡します。この町随分と人気が出てきたわね。わあ、これは絶品、さすが漁師さんね。漁師さん、チョコレート、チョコレートの材料が欲しいの。前のところでもチョコは人気だわ。それと金の作物排出量2倍キャンペーン、2024年の5月の18日に現在動画を撮ってるんですけど、これちょっとやってみようと思います。粉に関しては毎日こちらの広告3つもらえます。私結構ね貯めてますよ今は。正直これやらない方がいいと思うけどね、3つやってみますか。今48あります。これ一応ステーキングのラックもありますけどね。1、2、だから今の期間は銅の作物は出ません。好評につき今後はこのような形でやるみたいな感じになるかもしれませんけどね。多分私の予想なんですけど、銅が枯れることが週末多かったので、ちょっとこういうキャンペーンにしたのかなと思ってますね。いや、これで金が出たらもう最高ですよ本当に。ちょっとねネタ的にやってみます。それとバザーの方、2024年5月の18日の12時土曜日なんですけど、やっぱりね先週よりかなりね売れ行きがね悪い感じになってますね。先週コーヒーとか出したらすぐ売れたんですけどね、これはちょっとまずいので、エルフシルバーなんか今後稼ぎづらくなっちゃうかもしれない。もう掲示板でどん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 やっていくみたいな感じとか、あと作り置きか、私今パン屋とか今止めてますからね、ちょっと作りすぎてもあれと思って、あとピザも止めてるみたいな。アイスはね
結構これ抹茶アイスいいかなと思って、であとこっちの方かジャムも今ちょっとこれ袋で依頼されたからやってるんですけどね、こっちは止めてますね一応。でこっちの方はどんどん作ってます。こっちにね応用できるんでね、いろいろねやってます。であと今チーム同盟戦小籠包なんですよ。もう小籠包作りまくってもエルフシルバー稼ごうかなって今思ってますね。ちょっとこの蒸し豆腐みたいなのを作ってるのはちょっと今なかったからですね、ある程度ちょっと作っておかないと袋にあげるの困るからですね。こちらはねいざとなったら卵サラダにしようかと思って、だからこれは普段は温泉卵作って卵サラダですね。これで高く売れる、ね、バザー枠もいいみたい。これは普通に今ちょっと足りなくなったから作ってるみたい。消費期限がねちょっともう切れそうだったんで、ちょっと出品してからね、残り10日ぐらいか20日くらいだったんでね、まあいろいろやってますね。だからこうやってやってこれ見ないといけないんですよね、一個一個。あと16日後とかで、このパンなんてもう6日後ですからね、これはもう自分でね食べようと思ってます。今後なんか自動回復でなんか消費期限の少ないやつから減っていくみたいな感じでやったらいいんですけどね。だからもう自分で食べるしかないですよね。あと5日後とかですからね、このリンゴジュースもちょっと自分で飲むか、4400ポイント。だから同じポテトとかじゃなくてもうどん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 自分で消費していくぐらいしかないですよね本当に。この辺とかは持ってるね。これはいいですよ、グリーンサラダ私結構新鮮だ今のところ。小籠包は、まあ、20日後とかになっちゃってるけどね、これも結構使ってるからそんな感じですかね。で私冒頭にもちょっと動画でやったんですけど、例えばイチゴジャムあるじゃないですか、23日後1とか24日後とかまだまだ結構新鮮じゃないですか。これバザーに出すときってこの29日の方から出しちゃうんですよね。だからどん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 古いのが溜まっちゃうんですよ。ちょっと見てみますか、イチゴ今みたいなやつでちょっとこっちにイチゴジャムを出してみますね。これはねちょっと変えてほしいですよね。古いのから出していく感じにならないと、作ってからちょっと増えたら売るみたいな感じでやってるんですよ。袋とかで応援が来るかもしれないからやっぱり6個ぐらいは取っておきたいっていうのがありますよね。でこうやって新しくできて古いのちょっと取っててこうやって出しますよね、いちごジャム。これもまだまだ新鮮なんですよ、いちごジャム。すると見てくださいこちら、こんな感じですよ。28日後の方からバザーは出しちゃうんですよ。これ23日でもまだまだ結構新鮮な方だと思うんですよね。でも私あれですよ、今23、24ってなってますけど、これ本来だったらもう私だいたい3日以内とか4日ぐらいで出すんで27とかなんですよ一番上。だから古いやつからなんか出せるようになってたらめちゃめちゃいいんですけどね。でこの23とか24出す方法に関してはもう一回ねこのソロ同盟に預けるか、一回全て出し切るしかないですね。だから全部消費するみたいな、例えば醤油あったらもう醤油全部出しとく、これでもう新しいのを作って取るみたいな感じですね。あとまあ自分で消費するか、あと掲示板か袋。だからもうさっきもやりましたけど、これも焙煎茶葉もあれなんですよ、結構新鮮じゃないです、結構出してるんですけど26日とか古いやつはなっちゃってるんですよね。コーヒーとかも今出してるじゃないですか、出してるやつ多分29日とか30日とか作りたてのやつ今コーヒー出してるんですよね。で27のやつとかが残ってる、これだから一回全部出すか、まあ、例えばアンパンとかは私自分で食べるからいいんですけど、見てくださいこの22日後とかで、どんどん一回今止めてますけどね、パンは。例えばこの22のやつを先に出したい場合は、とりあえずねこの115あるじゃないですか、これ全部預けるんですよね、まあ、全部預けなくてもいいんですけど、倉庫の方か、アンパンですねこちら、まあ、1回全部預けた方が分かりやすいかな。115ですね、預ける。でこれでまた取り出せばいいんですよね、売る分だけ。これ古いやつから取り出すみたいな感じになるんですよ。これ22とか書いてあるじゃないですか、18のやつとか取り出せますよ、これこんな感じですね。これで調整して売るみたいな感じもできますね。ちなみに預ける方も新鮮なやつから預けることができるので、もう最初ある程度数が分かってたら預ける。これでもソロだったらこれで調整ができるんですけど、
みんないろんなチーム入ってる人は、これは結構ね、大変だと思いますね。こうやってやって。もっと古いのを取り出しちゃうかもしれない可能性もありますからね、みんなと使ってたら。あと、履歴がぐちゃぐちゃになるんじゃないです。漁師さんとかが困るから、あまりね、やらない方がいいと思うんですけどね、これ。ちなみに、倉庫に預けるときは、新しいやつから入れる感じになってるので、だから全部ね、入れるんじゃなくて、もう分かってたらもう一回こうやって60個預けて残りの20個をバザーに出すとかですね。なのでバザーに関してもまあ私はなるべく20日以上っていうのをちょっと頑張って出してるんですけど、もしかしたらこれ10日以内とかもしかしたらあるかもしれません、本当に。なのでこのバザーで買い物するときは本当に必要な時とか、今週同盟戦で使うとか、来週の同盟戦予想などで買うみたいな感じがいいと思います。それでね、なんか売れ行き悪くなってると思いますね。だからもう月日が経って消費期限切れっていうのが結構出てきたので、バザーで買って、あと7日、あと4日、マジか、みたいな感じで。特にチーム同盟戦で使われた料理なんて、昔のやつだったらもう4日後とか、3日後とかになってると思うんですよ、買ったやつ。こういうなんて言うんだろう、チーム同盟戦に出てない料理だったらまだ20日以上あったりとかすると思いますけどね。いや、これもこれもこれなんですよね、仕様が悪いんですよね。とりあえずなんか新しいのからバザーに出していっちゃうから、気づかずに残ったやつ出しちゃったら期限がね短いやつになっちゃうんですよね。意図せず、なんて言うんだろう、何も考えずに、あ、じゃあもうちょっと売っとこうみたいな感じでなっちゃいますからね。古い期限のやつとかだったらもう作って大体もう2日か3日で出すじゃないですか、新しいのができたら。いい循環になるんですけどね。だから残り27日とか26日のやつをどんどん出してから、もう常になんか25日以上のやつを出したりとかするんですけどね。ここをちょっと変えてほしいですよね。で、あとバザーではこのパラソルで買えるんですけどね。本当に袋で必要なものが出て足りない時になんか買ったりとかするのがね、いいと思います。で、ハルトさんも6時間に1回来る感じなので、ちょっと考えないといけないですね。売れない時のため、どうするのか。だから、この、私今、もう止めてるんですけどね、いろいろ。パン屋さんとか。だから、もうどれを作って売るか、ハルトさんにみたいな感じになってくると思いますよ。だから、後から始める人は、ちょっとだんだんもうエルフシルバーの稼ぎがね、ちょっと厳しくなってくるみたいな感じですかね。だからもう本当にこの消費期限に関しては現在はもう食べるしかないですね、いろんなやつを。で、マスターの自動回復とかどうなんだろうね。なんか一応設定できるんですよ、こんな感じで。この自動回復っていうところがあるんですけどね、これは今機能してる感じなんですかね。だからちょっと古いやつになったらこの自動回復でチェック入れるみたいな感じですね。これマスターで、なんか自動回復で、なんかマスターがいっぱいいる人は、これやるのもいいかもしれません。自動回復とか。で、自動回復をやめる。なんか古いやつとか。こんな感じですね。まあ、今後なんかこの体力に関しても自動回復つけるとか言ってたので、ね、それも、なんかいろいろあるかもしれませんけど、現時点はこの消費期限に関しては、ちょっと、見てから食べたりとか、あと、この同盟倉庫に一回預けて、ちょっと出してバザーに売るとか、まとめてバザーに売って、なんて言うんだろう、この作り置きしておいて、こんな感じにね、取る前に作り置きをしといて、あ、これをちょっととりあえず全部売っとこうみたいな、そういうことしか今はできませんよね。こうやって来てくれるのは来てくれるんですけど、本当にね、売れ行きが悪いんですよね。コーヒーとかは今新鮮ですよ、多分28日とか29日です、残り。これあと分かんないですからね。あと消費期限がどのぐらい残ってるのかっていうのも、ね。もしかしたら私も10日以内のやつがあるかもしれない。ね、まあそんな感じですね。ね、売れないでしょ。いや、来てくれてありがとうございますね。ちょっとこれを見ましょうかね。でも皆さんなんかいいアイデアがあったらコメント書いてくれたら、ちょっといろいろ私もね、実践してみるので、この、皆さんはこの消費期限が切れそうなやつの管理はどうしてますか？私はまあいろいろ食べたりとかしてますけどね。ピザはあと残り14か。安いやつは別に切れてもいいんですよね。高いやつはね、本当になるべく
もうすぐ売ろうと思ってる。グリーンサラダとかもどんどん出してますけどね。だから26日とかですよ。ワイセンチャムとか。この辺もそこそこ。19日になってる。作りすぎて、あれだったからな。なんか29日とか30日のやつばっかり出してる。私これ多分。ね。だからこういうのもどんどんね、出して、一回ゼロにしないといけないっていうのが大変だ。ね、アンパン22日後が10日。これはさっき一回バターに預けてみたいな感じだったから。コーヒーは新鮮ですね、今のところ。まあ、作りすぎないか、まあ、掲示板で売るか、同じ商品を作って、バザーに、ね、並べるか。あと、これ、入ってない人もいますからね。なんか、古いやつから出す調整ができないっていう人もいるからね。本当にね、どうしたらいいものかと。で、そうやって言ってる間に、こっちの星の種がね、育ちましたよ、皆さん。あと、メインクエストはまだまだなんですよ。こちらで止まってます。集めるのは集めたんですけど、まだカカオの木がね、全然時間がまだなんでね、ちょっとずれてません。ラックは120か。水やりなくても大丈夫かな？これ1個ずつやっていいです。1個ずつやるか。確定よ。あら、ダメだ。エルフシルバーだ。これ、色が変わってたらもう確定で銀か金ですね、今は。1個1個やろう。ずらす。じらすわ。ダメかー。いやー出ないよね、やっぱり。いや、ちょくちょく銅でね、積み上げていった方がいいと思いますけどね。でも、金が出たらもう一発逆転だよ。銅が時にダメだった。こんな感じですね。まあ、貯めておきます、素直に。まあ、でも、金出したところの動画も取り替えてありますけど。これは人参植えとこう。皆さんが水やりしてくれるからね。本当にありがとうございます。いや、本当にね、一週間前はバザーめちゃめちゃ売れてたのに、いきなり売れなくなっちゃったからびっくりしましたね。ハルトさんのこと動画出しちゃったからかな、私。お、ハルトさんが買ってくれる。みんなバザーに出して。それで、なんか、売れ行きが悪くなっちゃったのかもしれない。いろんな人が売ってるみたいな感じで。どうなんでしょうね。皆さん、コーヒーがね、売れております。いや、本当にね、ありがとうございます。コーヒーぐらいしか売れないのかな？あと、こちらは、オニオンヌードルだったかな？コーヒー、20個も売れましたよ。こっちは、アンパンだったかな？いやー、本当にね、嬉しいです。ちょっとコーヒーまた出しておこう。コーヒーは結構、出来たてほやほやな方だと思いますけどね。ただ、コーヒーもこうやって、少し10個とか残してから、やったりとかしてたら、最後の最後は、消費期限、10日以内とかなってる可能性もあります。まあ、その時は本当にね、申し訳ございません。コーヒーもね、どん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 出していこう。いや、ありがたいな、本当。購入ね、してくれるだけでも感謝です。でもまた、数週間経ったらコーヒーも売れなくなるのかもしれない。それか、もしかしたら、チーム同盟戦で今後、出るかもしれないっていうので、コーヒー、買ってる人もいるかもしれませんね。いや、もう、どんどんね、買ってもらって大丈夫なんで、買い占めてもらって。コーヒーめっちゃ出しちゃった。いや、ちょっと待ってよ。私のフクロウのコーヒーがなくなっちゃうから、ちょっと削除して戻しておきます。すみません。またちょっとね、倉庫にもなかったから、フクロウでコーヒーが来たら終わっちゃうから、ちょっと他に出しておきますね。皆さん、ちょっと原を担ぎます。エネルギー6000ですね。で、ステーキングタップ。頼むよ。水やりはしてもらってないけど。いけるか。どうせ。いけ！あー、ダメだよな。いや、ここで紫だったらもう銀か金確定なんだけど。いやー、あと一個か。もう引くか。しょうがない。頼むよ。くる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 。頼む！頼む！あー、ここで出たらすごく良かったんだけど。あ、ダメでした。でもこれで出たら逆にすごいですよね。私はまあ地道に貯めて、動画出るときにやろうと思います。あと43か。